口なるよしの粋な夜電波。ザウンドインダストリージャパンがウェブストアイエディオをオープン。人気のアーバンイヤーズやマーシャルヘッドフォンなどをインターネットで買うことができます。ウェブストアイエディオはザウンドインダストリージャパンのホームページからアクセス。ニューモデルもぜひチェックしてください。菊池成吉の粋な夜電波、ジャズミュージシャンの菊池成吉がお送りしております。今週は先週に引き続き女子ジャズサミットと題しまして、この後19時からサックスの高潔あゆみさん、トランペットの市原ひかりさん、トロンボーンの駒野逸美さんをお迎えして、女子ジャズ界の、実態をほんのちょっとね、チラ見せして、行こうと思いますけれども、とはいえ、収録は終わってまして、なんとこの番組初のですね、2週撮りっていうね、ゲストが来て2週分撮ってったっていう。で、先週は前編で、今週が後編となってまして、で、さらにもっと細かくなるとですね、何ですか、指より算数が苦手な方はこう混乱するかもしれませんが、今私喋ってるのは前編、後編撮り終えたさらに数日経った後なんですね。先週聞き逃した方などのために簡単に説明、させていただきますと、まあそのジャズ界というのはですね、日本のいろんなカルチャーがありますけれども、最も日本のカルチャーの中で、マッチョといいますかね、男男性原理が強くまだ残っている世界で、ジャズ喫茶はね、女子が気軽に入れないとかね、まだね、ジャズ好きの人がね、ジャズ好きの男性が、女はバカだからジャズなんかわかるもんかとか、昔懐かしいですね。旧態全たるセリフを、今他のどのジャンルでもね、日本のポップスのバンドなんか、男の子と女の子普通に、ね、リズムセクションに女の子いたりとか、普通にしますけども、ああいう状況じゃない、最もこう、マッチョな、で、プレフェミニズムな世界ですので、やっと最近になって、ジャズ喫茶、大学ジャズ研っていうコースを経由しないで、中高のブラバンから、ヘッドホンと、最新の再生機器でもってコピーして、一足飛びにジャズ界に入ってくるっていう、若くて、しかも、綺麗で、しかも、全然アイドル売りじゃない、腕のある、女子プレイヤーが、増えて、急に増え出したんですよ、本当に。突然、今回は第1弾ということで3人、お呼びしまして、そのうち1人は、私のバンドにも参加していただいてるんですが、まだまだ、第20回くらいできるぐらいの勢いで、増えてまして、で、特に昔はね、女子がジャズ界に食い込むっていうと、大体ボーカルかピアノか評論だったもんなんですけども、管楽器が増えてるっていうところもまた、すごいところですね。というわけで、前回は、女性、であり若く、しかも、まあ、美しいということも含めてですけども、とにかく、ジャズミュージシャン、下手したら私より毎晩演奏して、まあアスリート、まあ女性ですからアスリテスですね。アスリーテスの時代っていうことを我々ロンドンオリンピックで知ったわけですけども、その、まあまあ、ジャズ界もそんな感じになってきたということで、前回はジャズミュージシャンとしての話を伺い、今回後編は、まあまあ、とはいえ、20代の女性であることも確かでありまして、ちょっとジャズから離れ、女の子としての話ができたらいいかなと思って進めたものの、以降聞いてお楽しみって感じでね、私だけが全部知ってるわけなんですけど、はい。メール行ってみますかね。先週の反応もたくさんいただいております。ありがとうございます。ラジオネーム、ネギ坊主、26歳さん。菊池成吉の粋な夜電波様。菊池さん、スタッフの皆様、こんにちは。毎週欠かさず楽しみに聞かせていただいております。先日の女子ジャズサミットですが、大変興味深い、お話ばかりで、特にお気に入りの回となりました。録音したものを携帯音楽プレイヤーに入れてジョギングをしながら何度も楽しませてもらっています。ああ、これはすごいですね。ありがとうございます。私はジャズが好きでよく聞いておりまして、お三方のこともそれとなく存じ上げておりました。ただ、実際の人となり、声や雰囲気といったものに接するのは本放送が初めてであり、おかげさまで音楽を聞くだけでは伺い知ることのできない、それぞれの方の人間としての奥行きを感じることができました。感謝しています。中でも、駒野逸美さんの口から、J.J. ジョンソンという語句が発せられた瞬間には、歓喜と驚愕が一度に訪れたような甘いめまいに襲われました。私と同年代の女子が日本のどこかで J.J. ジョンソンを聞き惚れ込み、しかもOur Love is Here to Stay を完コピしているなど想像だにしていませんでしたから、これは私のこの
企画、私の持ち込み企画なんですけどね。ありがたい話で、あうんの呼吸でですね、リスナーと作り手の方でね、こういう風に聞いていただきたいなっていう典型の、メールいただきましたので読んでますが、とにかく、若い、女子を集めて、一番最初に聞いたの、何ですか、JJ ジョンソンですとか、チャーリーパーカーですとかって、どんどんその番出させて聞くっていうだけでも面白いですよっていうことだったんですよね。それからというもの。私の脳裏には、JJ と駒野さんが交互に現れてやけ、消えては現れるようになりました。小生は恋をしてしまったのでしょうか。JJ に、いな、駒野さんに。とにかく猛烈に、駒野さんの虫の落書きが欲しくなってしまいました。どうかお願いです。駒野さんの作品、虫の落書きをください。この衝動はもはや、それによってしか抑えることができないのです。それでは風などめされないよう、くれぐれもご自愛くださいませ。これからも応援しております。ありがとうございます。はい。もう燃えてしまわれました、これ、ね。キワキワなところでね。私の企画意図としては、キワキワのところで燃えないっていうのがね、意図だったですね。燃えちゃったらもう、これはもう、なんていうか、アイドルと一緒ですからね。アイドルと一緒ですから、アイドルも素晴らしいお仕事ですけれども。はい。燃えずにね。燃える要素が全部入ってんだけど、キワキワで燃えない。なぜならアスリータブルなのでっていうね。アスリテスブルなのでっていうところに行きたいんですけど。まあ、やっぱこれ、しょうがないですよね。26歳、男性ですよ、これね。ジャズが好きでね。駒野さんの口からジェイ・ジョンソンと聞いた。それは燃えるでしょうってのは、いた仕方ないんですが。まあ、この方にじゃあ、差し上げましょうか、駒野さんのイラストは。差し上げましょう。はい。差し上げることにしました。くれぐれも、変な使い、なんて言ったらいいんですね。ちゃんとガクスをしてですね、お仏壇の下か何かに置いていただくのが一番良かれと思いますよ。まあまあまあ、これ以上言えませんけどね。駒野さんも、あまり、愛情に満ちすぎた使われ方をされるとですね、ちょっと眉間にシワが入ったりなんかして、さらにこの方が興奮するって悪循環ですよね。はい。もう一つ言ってみましょうか。ラジオネーム、リカさん。こちらね、先に申し上げると、女性の方です。菊池さん、スタッフの皆さん。ネットされていない関西在住ですが、様々な方法によりまして、ほぼ毎週楽しく拝聴しております。ありがとうございます。昨年でしたか、友人に誘われ、ビッグバンドのライブに参りましたところ、15名中11人が女性プレイヤーで、バリトンサックスも、スカパラの谷中さんのような長身の、女性、トロンボーンもサックスも全員が女性でして、かねてより菊池さんがおっしゃるように、ジャズも女性の時代なのか、と目の当たりにし、感慨深かったです。これちょっと中で中略しますが、街中でジャズを耳にすることも多いものの、かっこ、以前前工場でおっしゃった、居酒屋でもジャーズ、うっかりしてるとラーメン屋でもジャーズ、下手すると薬局でもジャーズというフレーズが忘れられませんが、現場に足を運ぶのは敷居が高いように感じがちなので、なぜジャズなのか、ジャズならでの魅力など、若く魅力的な女性プレイヤーによりお話しいただければ、これからの未来に希望が持てますのでよろしくお願いします。というか、この企画自体に新しい可能性をビシビシ感じております。ちょっと先になりますけれども、高月さんは大阪で11月にライブがありますね。大多数で、あろう、おっさん方、に紛れて伺います。あ、なるほど。駒野さんと市原さん、高月さんのますますのご活躍を女性として、ジャズファンとして心より楽しみにしております。ラジオネーム、リカさん、ありがとうございます。まあ、こういった方もね、女性によるジャズファンが女性プレイヤーを応援すると、これもまあ、これからのことですよね。実に。はい。もうそろそろ、時間ですね。もう一つだけ行きましょうか。これ全然関係ないですけどね。ラジオネーム DSK 東京さん。菊さんスタッフの皆さんこんばんは。毎週楽しく聞いております。シーズン4続投おめでとうございます。ありがとうございます。伊集院光さんはツイッターでテレビ出演の際に気をつけることは何ですかと質問に対して、横チンと回答していたのですが、菊池さんはテレビ出演の際、気をつけることありますか？私は番組でも何度も申し上げている通り、テレビ出演自体が苦手なので、伊集院光さんとも、に続いての発言というのはちょっとはばかれるんですが、私の場合ですね、横チンにこれは別にカッコつけてるわけではありませんが、私がテレビ出演の際気をつけてるのはですね、勃起ですね。もう最近ですね、ちょっと居眠りしても、まあまあ、はい。そういう、なんですね、四十九にもなってと思うんですよね。整体に私月一行ってるんですけど、あまりに気持ちよくて寝てしまうんです。で、寝た結果ですね、最初はうつ伏せてるんですけども、はい、じゃあ、仰向けになってくださいって言った時に、大変な張り方、テントの張り方になってまして、整体の先生に、あ、今、ちょうど体力の方は充実されてますね、とか言われている昨今だと、言ったところです。マックスローチ行きましょう。マイルス・デイビスの、
自伝映画がドン・チードルの、主演脚本によって実現されるかもしれないという噂がジャズ界の間ではもう4年来の噂になっておりますが、まだ一向に制作の話を聞きません。ウィキペディア等で検索していただければお分かりの通り、ドン・チードルの顔はマイルス・デイビスの顔ではなくてマックス・ローチの顔です。すでにバードというチャーリーパーカーをモデルにした映画がありまして、こちら、フォレスト・ウィティカーという方が、チャーリーパーカーを演じておりまして、監督クリント・イーストウッドにもかかわらずですね、監督のイーストウッドも主演のウィティカーもチャーリーパーカーと、キャノンボールアダレの顔を間違えておりまして、映画が始まってから終わるまでキャノンボールアダレの自伝映画になっていたという、祖語がですね、祖語じゃない誤謬がですね、ジャズの遺伝、偉人伝映画には付き物ですので、ドン・チードルさんも同じ愚を犯さぬよう、鏡をよくご覧になり、マックス、ローチと自分がどんだけ似てるのかということをご確認の上で、出演されていただきたいなと思います。マックス・ローチのドラムス・アンリミテッド、放題限りなきドラムという、一曲ごとにドラムソロが入ってるわけですが、これもリズムオタク、ジャズオタクのみならず、普通にこれ環境音楽と聞いても非常に素晴らしいポリリズムの嵐ですので、こちら3分間お届けしたいと思います。はい、それではマックス・ローチ、1966年にアトランティックに、吹き込みましたアルバム、ドラムス・アンリミテッド、限りなきドラムより、トラック1、ザ・ドラムス・ドラム・オルソ・ワルゼス、ワルゼスはワルツの複数形ですね、三拍子の曲です。お聴きください。ジギラはね、あ、確かに確かに、あいつらのさ、腹やばくない。俺昔高尾に住んでたじゃん、会社の寮で。その頃布団干すの好きでさ、毎日いきな夜電波。ここまでは音楽とあなたのファッションをつなぐザウンドインダストリージャパンの提供でお送りしました。菊池なるよしの粋な夜電波。はい、時刻は夜7時を回りました。改めましてこんばんは、ジャズミュージシャンの菊池なるよしです。菊池なるよしの粋な夜電波第75回。この時間からは TBS ラジオキーステーションに全国12局ネットでお送りしております。ネット局の皆様、改めましてこんばんは。今週は先週に引き続きまして、第1次東京特許女子ジャズサミット、ガスバックスの後半ですね。と題しまして、サックスの高潔あゆみさん、トランペットの西原ひかるさん、トロンボーンの駒野いつみさんをお迎えしまして、ジャズ界のですね、最近台頭して、一つのムーブメントになっております、女子プレイヤーの皆様からいろんなお話をお聞きしたいと思います。まあ、今週は B 面ということでですね、実際もうアフターアワーズということで、皆さんが、シリアスでタフなアスリートだということはよくわかりましたので先週のオンエアで。今週は収録ですが、番組ではあなたからのメッセージを募集しております。メッセージの宛先は E メールの方は電波アットマーク tbs.co.jp 電波アットマーク tbs.co.jp、おはがき封書特殊郵便の方ですね。生きた鯉の腹に、住所を送って、住所を書いてよこすような方、まあ、いないと思いますけども郵便番号 107-8066 TBS ラジオ菊池なるよしの粋な夜電波係までよろしくお願いいたします。番組でご紹介させていただいた方には番組ロゴが入ったステッカーをプレゼントしております。先週はですね、皆さんが台本に書いた女子ジャズプレイヤーたちの手書き、作品がプレゼントされましたが、今回もうすでに、各画伯2枚目の作品着手していますので、駒野さん曰く、女は何かやりながらやった方が集中できるんですということで、はい。もう今、あれですよね、白抜きのご宿題で駒って書いてますから、この後のいつみって書くと思うんですけど、すごい。まあ、送られるのは私が書いたやつですけどね。私が嘘でね、高潔歩みとか書いてある、送られるわけですけどね。はい。まあ、届きますよ、本人のが。はい、というわけで、そうですね、今日お願いしたのはまず取っかかりとしてジャズ、まあ大体ジャズですよね。私も家で聞くの67割ジャズですけど、100ジャズって方いますか？100%ってか、まあ90以上ジャズっていう、ジャズもしくは何らかのジャズ周辺っていう方。私そうですね。ああ、でもそうかもしれないです本当イチャソそうなんですか？イチャソ NG ですか？最初読めなかった、イチャソが。あ、これね。はい。イチャソなしで。はい、出ました。あ、これね、先週聞かなかった方だったんですね。これは
発言回避用のレニートリスタノ。はい。小村さんほとんどジャズですか。そうですね。今になって結構他のジャンルも聞いてみようかなと思ってるんですが、はい、やっぱり。しかもトロンボーン中心ですか。そうですね。やっぱり集めたくなってしまって。すごいね、やっぱり、なんていうか、おじさん感心してしまいますね。おじさん、いや、高潔さんもそうですか。私もアルト中心ですか。 100% そうですね。アルト中心ほとんどパーカーとかいうことないですね。パーカーはあんまり聞かないですね、はい、聞かないですか、うん、あ、そこら辺もう本当になんとか私もジャズファンに戻っちゃいますけど、パーカーは聞かないとして誰聞くんですか。今だったら今よく聞くのは、はい、うん、でもずっと変わんないですけど、はい、アートペッパーとか、はい、ジュリー・マリガンとか、はいはいはい、リコネッツとか、はい、聞きますね。なるほど。マクリーンとかも大好きで。なるほど、なるほど。はいはいはい。いわゆるパーカー継承者ですね。はい、そうですね。なるほど、なるほど。へぇー、ずっと、何、コケさん部屋で、ジュリー・マリガン聞いた後に、アートペッパー聞いて、その後にってなってるんですか。すごいですね、それ。ジャズ喫茶じゃないですか。練習するときに、昔の人大変で、レコード版しかなかった。で、うん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 、回転数も遅くできなかったし、うんうん、遅くすると音が下がっちゃうじゃないですか。うん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 、昔だから。アルトをね、33回、アルトの回転数落とすとテナーになるとか言って、言ってましたけど、もうそういう時代じゃないですよね。ハイテク使ったんです、市原さん。ハイテク？ハイテク、コンピューターとか、要するに速度落として再生するものだとか。そういうのはちょっとよくわからないんですよ。あんま機械弱い方ですか。そう、機械からきしダメな。からきし。絵がからきし得意な。そうそう、油絵始めようかなと思って。本格的に。油絵描くのいいじゃん。いや、もうそろそろ始めたい。今なるほど。ちょっと描いて、ちょっと拭いてね。ちょっと拭いてね。ちょいちょいちょいって、プーって、ね。またちょい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 って、またプーって。そう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 ね。ファーブとか、ファーブとか、ファーブとか。軽いですね。やばいですよね。市原さん結構聞きました。ジャズ以外。ジャズ以外、多分五分ぐらいで。五分五分。じゃあ半分違うもの聞きますね。半分違うもの聞きます、ね。それは例えば何だったりしますか。私は、はい、80年代前半から、はい、まあ、遡って10年間ぐらいのアメリカのポップスが。あと AOR とか。はいはい、AOR とかね。大好きなんですよ。82年生まれ。82年生まれね。82年は私が上京した年です。上京して皆さんにはとても言えないような暮らしをしたんですよね。そうですか。やっぱ生まれたばっかりの頃って、私も63年なんで、うんうん、63年ぐらいの音源から遡って50年代とかが好きっていうのは、なんかノスタルジーもあるんですかね。何なんでしょうか。80年代好きですよね。とにかくいいなと思うものはその時代のものなんです、はい、うん、あ、90年代ダメですか。するとどこがダメですか。機械音がする。90年代ブレイクビーツだからね。そうそうそう。人が弾いてないっていう。なるほど、なるほど。70年代どうですか。人弾いてますよ、70年代。あ、もう最高です。あ、最高。最高です。78はいいんだ。なんか一曲じゃ、前半。最近聞いてる。あ、困ったな。最近聞いてるの、はい、というかもう、常日頃から聞いているのは、はい、もう今ジャケット見えてますけど、ド80年代じゃないですか。もう数がありすぎてベスト版で持ってきましたけれども、はい、あ、やっぱでも、皆さんには、トトかな。おお、この番組でトト流れるの初めてですけどね。流しても大丈夫ですかね。全然大丈夫ですよ。これはザ・ベスト・オブ・ AOR っていうアルバムなんですけど。テレビで夜中に宣伝してるやつじゃないですか。そうそう。通販のやつ。通販ですね。トトの、ロザーナ。出た。M4 です。やばい。ロザーナ聞くんだ。これ、本当に聞いてますよね、石原さん。これ、いいよね。なるほど。ロザーナ聞く。上がる。どんな気分なんですか。なんか全部が自分の中から悪いものが全部出てく感じ。デトックスですか。デトックスで、それそれです、それです。トトックスじゃないですか。トトックス。やばいですね、それ。トトックス。トトックスじゃないですか、はい、じゃあロザーナ聞いてみましょう。ちょっと、スイッチを押す指がドキドキします。80年代もの聞いてうっとりしてる。うっとり。なるほど、はい、幸せになってます。なるほど、すごいですね。やっぱ聞いてみないと分かんないもんだな。全然想像してたんと違う。私結構ビヨンセとか好きなんですよって人が一人ぐらいいるのかなとか思ってたんですよね。全然ないんですね、それは。ヒップホップだとか、なんか J-POP だとか、その、こう全然聞かないですか？R&B とか。具体的な名前出すとあれですけど、まあ、加藤ミリアさんとかなんかいるじゃないですか。愛子さんとか、全然興味ないですか？興味ないっていうか。愛
最近は好きですね。アイコは好き、うん、声がすごいいいですなんとも言えない感じだったけどね枝毛をいじりながらこうアイコの声はちょっと好きみたいなね。そうですか、なるほど。コケさん、アイコって誰みたいな表情、そんなことないですよね。好きでした。あ、好きです。好きです。好きでした。好きでした。J-POP みたいな、恋の歌みたいな、今そんなばっかりじゃないですか、J-POP って。ああいうの聞いてちょっとこう、ほろっときたりとか、そういうのないんですか、日常的に。なさすぎる。すいませんでした。聞いた私が悪くございました。なるほど。ね、こういうお便りが来てます。女子ジャズサミットをいつも楽しく拝聴しております。ラジオネーム、エイブルさん。ありがとうございます。今週から2週にわたっての女子ジャズサミット。あ、これ本当に言いづらいな。音楽のことはまだまだ詳しくない私ですが、彼氏はいるのといった質問もありとのことで、なしだと思いますけれども音楽以外の質問をさせていただきます。はい、失礼なの質問かもしれませんので、その時は、レニートリスタンのボタンを押してくださいって感じですね。ミュージシャンは毎晩演奏してなんぼと先週の放送で菊池さんがおっしゃってまして、演奏に明け暮れる皆さんはおそらく夜型生活だと思われます。そこで夜型生活でもキレイをキープするために実践している美容健康法をお願いします。ご一緒に年より若く見える菊池さんの方も若くないですよ。はい、もうあのね、裸になって大変ですから。もう、もうね、あそこが藤本義一みたいな、まあそれはやめてみましょう。ここはカットで。ナイスフォローありがとうございます。はい、なかなか一緒に聞けたら嬉しいですと。ちなみに私30プラスアルファはここ10年くらいは年が分からないと言われ続け。ですね、事実体内年齢は実年齢よりかなり下ですが、お肌についてはそこそこな年相応になっちゃったという、あまり嬉しくない実感を最近しています。それではということですね。なんか、あります、美容法とかって。20代前半の2人に聞いては、はい、ここは任せとけみたいな感じで、ね、やっぱり20代前半って何もしなくても大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。いや、もう曲がり角曲がったんですから、私1回。市原説では曲がり角何歳ですか。25節。だんだん復活しなくなってくるんですよ。ああ。それは、なんていうんですか、針とかそういう問題が。はい。いや、その、お化粧取んないで、はい、もうツアー先でそのまま寝ちゃって、はい、からの朝。まあ、そういう仕事ですよね、うん。はい。朝のカピカピ感っていうのがですね。それを市原さんはどう解決されてるんですか、今は。私は、はい、お金で解決しております。すげえ。金に物を言わせてる。僕ね、これ言うとバカじゃないかってみんなに言われてるんですけど、ビューティービー傍聴毎週録画して見てるんですよ。面白いですよね。面白い。あんな面白いもん見ないよね。多分ね、こっちに座って二人より、私コスメに詳しいと思うんですよ。なんですよ。なんですけど、そうですか。で、なんですか、ある時から例えば基礎メイクとかをパワーアップされたんですか。パワーアップしました。今日もまあ、私が見る限りですけど、ベーシックのファウンデもなんか一つじゃないなっていう。まずね、コンシーラーが必要になってきました。はい、コンシーラーはいりますよね。コンシーラーペンシル型ですか。いや、クリームのやつで、ね、筆で、はい。筆でね。それで基礎化粧品も、どんどん種類が増えて。はい、増えますよね。で、1個あたり1万円超えするみたいな。なりますよね。あれも切りないですよね。実際のコスメ製品でも値張ります、お値段結構張りますけど、うん、それ以外のなんか健康食品みたいな感じじゃないですか。ああ。美光獣みたいな。思いっきり商品言ってますけど、ヒアルロン酸の入ったなんかトロッとしたこんな、うめえドリンクみたいなのがありますよね。ああいうのはまだやってないです。うめえドリンクはまだビールだけ。ビールだけ。ビールを好きですもんね。なるほど。そうですか。じゃあ、その、今、平均の出かけるまでのメイク時間ってどのくらいですか。でもね、これなんかその負け惜しみとかそういうのじゃなくて、あ、僕当てていいですか。ね、意外としっかりされてるようで45分切ってるんじゃないですか。切ってます全然切ってます。30分ぐらい、20分ぐらいかな。20分でいっちゃう、うん、あ、本当ですか、うん、じゃあ相当もう慣れたテクニックですね、うん、そうだねもうパッパッパッて当たりがついてすぐ当たりがついてなるほど。20分でいけたらだいぶいいですよね。お絵かきみたいなもんですからね、うん、いやいやいや、まあまあこうね、ちゃんと慣れると手作業ね、ええ、うん、へえ、そうか。
ここにももうチラチラね、もう聞こえてくるんですよ。私このモニター越しに、あの何万人というリスナーの人から彼氏の話を聞けっていうのね。まあそのためにまあまあ彼氏いるいないみたいな話はね、それいくらなんでもね、今日怖いマネージャーさんも揃ってますし、ま、揃ってませんけど。あれ、ま、マネージャーさんいる方いますか今。で、あ、全員自分でブッキング。うん、うわぁ、大変ですね。まあ、お若いからですね。自分で手帳で電話して自分でブッキングして、ギャラも自分で、あれして、なるほど。そうかそうか。じゃあ、そうですね。じゃあ、ノーガードですね。キンキンありないですよね、それはね。いろんなところで。まあまあ、じゃあ、例えば、こんな男子が好みとかっていうのはあります？真空が今訪れましたね。ラジオ真空って、から空気のない状態ですけどね、真空ってね。まあ、なんつったらいいですかね。あ、わかった。じゃあ、どうしようかな。これ行きましょうか。大きく分けて、必ずマストで手を挙げなきゃいけないとしてね。いや、私はどれも違いますってのなしで。うん、ジャニーズ。大きく。韓流。まあ、要するに音楽出してる人たちですよ。ジャニーズ、韓流、外国のロックミュージシャン、外国のヒップホップのミュージシャン、ジャズミュージシャンの外人。ちょっと多かったですか？もっと絞りましょうか。ジャニーズ、韓流、それ以外のポップス、ロックなどなどの日本人。あと、ジャズをやってる外人、日本人。この5個にしましょう。自分がもしどうしても1票入れなきゃいけないとしたら、どこでしょうかね。ジャニーズの方、韓流の方、はい、それはもう具体的にいるじゃないですか。いやいやいや、スーパージュニアですか。いやいや、なんかざっくり、ざっくりですか。いいな、全体的に、はい、いや、市原さん、それ、ね、市原さん、失礼。市原です。こうガチムチっとした感じがいいですか。韓流って結構こうね、え、そうですか。なんかスーッとスーッとシュッ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 て、白い、みんななんか綺麗なお肌で、ね。あの人たちすごいんですよ、筋肉が。それがまたいいですよね。そこまたいいんだ、うん。なるほど。うん、はい。じゃあ、市原さんは韓流と、はい。あと何言ってたっけな、俺。あ、ジャニーズ韓流以外の日本のロック、ポップスなど等々の日本のミュージシャン。はい。ジャズ日本人。はい。もう。リアルだな、それ。ちょっとリアルですね。リアルすぎると、それは。コマさん、いいのか、これ。コマさん、リアルな。どっかに入れなきゃいけない。そう、どっかに入れなきゃいけない。ほ、本当は危険だけどってことですよね。本当は危険なんだけど、本当は歯医者さんなんだけどって。それは、本当は危険なんだけども、あえてあげるのはジャズミュージシャンね。そんな変なとこあげちゃうと、色めきたしますよ。勘違いするおっさんがやっぱり出ます。はい。外人ジャズ。ですね、まあ。そうですね。まあ、でもいずれにせよ、お二人は市原さんほど元気よくお手をあげにならなかったっていう。渋々で感じで。渋々。大事です、高傑さんね。はい。曲聴いてみますか、そしたら。今日はもう、あとそうですね。じゃあ最近聴いているもので、高傑さんの。じゃあ私のやつ。はい、これは、モダンジャズセクステットかな。はい。1曲目の。はいはいはい。これ何年かな。1曲目ですか。はい。はい。トゥルフォース。はい。モダンジャズセクステットのトゥルフォース。聞いてみましょう。いいよ。わかんないって言われたらもう終わりですよね。そうですね。終わり。何の話もできないですよね。これだけでずーっと一緒行くんだっていう、なんで分かっちゃうんですよね。そういうことがね。自分でもまだ僕ですら分かりませんけど。はい。まあこのトラック何せ11分間のトラックですからね。まあちょっと絞って、CM 行きたいと思います。はい。じゃあ CM です。菊池成吉のいきなり夜電波、ジャズミュージシャンの菊池成吉が TBS ラジオをキーステーションにして全国にお送りしております。今週は女子ジャズサミットと出しました。今度言えましたね。サックスの高潔さゆみさん、トランペットの石原ひかりさん、トロボーンの駒野いつみさんをお迎えしてお送りしております。これもたくさん来てる質問なんですけど、職場はやっぱりどうしても一緒に男性と仕事される方ことが多いですよね。うん、そうですね。僕の考えだと、あと5年ぐらいしてこう皆さんに憧れるような形で若い女性のリズムセクションの方とかもこう増えてきたりして、コンボぐらいだったら全員女ってこともあるよっていう、まあロックでいうとこのギャル版ですよね。うん、ああいうような状態になるかな、なったら面白いなとも思うんですけど、まあいずれにせよ現状はそうでもないですよね。だいたい男の方と質問するんで。どうですか、皆さんから見て、ジャズミュージシャンの人って、
あの、どんな感じですか、あの、どんな人たちだと思われます？まあ、変わった人は多いですよ、ね。すごい含みのある目線で来ました、今ね。変わった人多いですよね。確かに。もう、この番組でもね、もっと私が今まで経験してきた、あの、とんでもない奴の話がしたいんですけど、ラジオでオンエアできない話ばっかりなんですよ。ジャズ界の人たちはね。なんですけど、他の大人の男性とかもこう、見るというか、経験、うん、知り合いだったりするわけじゃないですか。どうせ、家族もそうだし。うん、そのと比べて、自分の職場にいる、何ですか、セッションとかするおじさんたちはどんな感じですか？変わった人が多いですね。変わった人が多いですね。やっぱね。うん、誰がどう変わってるは言えないですけどね。うん、やっぱ変わってるなって感じですかね。うん、なんか面白いですけど。面白い、うんうん。音楽やってる人ってやっぱ。はい。まあ皆さんだったらそんなことないかな。その、可愛がられてこうやって、いつみちゃんいつみちゃんとか、あみちゃんあみちゃんとか言ってこうやって可愛い可愛いみたいな、うん、いわゆるこう、フェミニン扱いとかあんまりならないじゃないですか。うん。もう別に気にしないっていう。あい、こまるこれやってみたいな。石原さんこれやって、ひかちゃんこれやってみたいな。感じ、うん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 、いや、そうでもない、いや、その通りで、しかも私あれだけ韓流押しましたけれども、うん、いやもうジャズミュージシャン皆さん、はい、私はこの世の中で一番かっこいい男性だと思ってる、思ってましたね、実は、はい、はい、じゃあ韓流ジャズミュージシャンだったら最高だと思う、やばいあんまりいないですよ。ソウルって現場見てきましたけど。ブルーノート潰れてますからね。そうですか。なんかこう、皆さん、答えづらい質問だと下見て絵を描くってことがだんだん、パターン化される。おっさんはね、多分ね、おっさんたちは若い女性が自分たちのことをどう思ってるかってすごい知りたいんだと思うんですよ。うん、今の質問も半ばサブからぶっ飛んできた質問ですからね。うん、あ、でもミュージシャンの方は、うん、皆さん若いですよね。若いね。見た感じ。うん、若いですよね。中身も。若いですね。うん。はい。だからどんな上の方でもなんか。あいつらこそアンチエイジングですよね。本当にすごいですよね。うん、いや、本当そうですよね。うん、まあ好きなことやってね。うんうん、やれアルペジオだ。やれアベラブルノートスケールだなんですよね。そりゃ若いですよね。なんちゅうかね。うん。うん、そこでこう、なんていうんですか、現場で素敵みたいなことにはなかなかならないもんなんですか。素敵って。素敵っていうのはもうなんか、恋しちゃうわ。そうですね。ラブ次元ですね。あ、まあ、素敵だなって思うことありますけどね。ありますやっぱり。うん。それはプレイでですか、それともプレイでっていうか、まあ人として。あ、人として。すごく尊敬する部分があったりとか。なるほど。すると。うん、いいな、普通に純粋に、うん、まあそれはね、当たり前の話でもありますよね、はい、どうでもね、はいはい、うんうん、なるほど、うん、これもね、よく来てる質問なんですけども、将来結婚すると思ってるか思ってないか、今のところ、あともしするとしたら、うん、同業者それとも他業種っていう質問が来てるんですけど、同業者と結婚したいと思ったことあります？まあそれ以前に結婚したいと思ったことありますって話になっちゃいますけどね。結婚はしたいです、うん、結婚したいですか？めちゃくちゃしたいです。ああ、なんか全体的になんか今結婚志向になってるとか、まあいわゆる一般の女性ですけどなってるとか、あるいは逆にいや減ってんだって話もあって、うん、うん、婚活雑誌あるじゃないですか、あれがなんかもう大変だっていう話とかね、いろいろあるんですけども、うん、買おうかなと思って、買おうかゼクシーリアルに油絵ちょちょちょ書いてゼクシーペラペラってめくってプル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 またゼクシーチラチラってみてプルプルプルって油絵描いての日々ね、しようかな、やばいですねその日々ね。あ、そんな感じなんですか。私はもうリアルですよ。結婚し、それはリアルってどういうこと。もう年齢的に、あ、そんなカード関係ないですよ。いや、気にしちゃいますって。市原さんです。市原さんですけどね。市原ひかりさんですけど。そりゃそうですよ。あ、30ですもん。あ、やっぱそういう感じなんですか。私はなんかここ1年で急に、はい、考えるようになりましたね。すごいな。なんか超リアルな。25でお肌の曲がり方が来て、29で人生の曲がり方が来たんですよ。やばいな、それ。そうなんですか。へえ、なんか全然そんなこと考えてないっす。別にもう、演奏さえできたらっていう感じなのかなとちょっと思ってたのしたんですよね。
そこまでまだねちょっと割り切れないんですよ。ああそうですか、うん、へ子供欲しいですか。子供欲しいんです。だからなんです。子供欲しいとね。そうなんです。あ、うん、作ったらもう旦那気に食わなかったら取り替えちゃえばいいね。あそっか子供は欲しいですか。高潔さんとか子供も。子供欲しいです。でも、はい、やっぱり子供、この人との子供が本当に欲しいって思える人と出会いたいです、はい、そっちが先ですね。そっちが先ね。やばいリアルなこと。まあまあ全然ね、何でしょうか。はい、すいません。コマさんは子供欲しい感じですか。そうですね、うん、まあ欲しいですけど、はい、まあ、リアルにこうね、考えてはあんまりないですよね、はい、そのやっぱりリアリティまだない。もうすぐ来るよ先輩がこんなこと言ってるんですけど。すぐに来るよ。じゃあ市原さんも22、3でトランペット吹いてる頃は全然そんなこと思ってなかった。思ってなかったです。本当ですか。うん、何にも考えてなかったです。幸せだったな。幸せ 今ちょっと不幸せなんですか。いやいや今も幸せ。さっきの生活かなり幸せそうですからね。少々だってね、少々パラパラと吹いいと思いますけど。そうですか。あのさっきも言いましたけど、こうジャズってこれどうしてでしょうね。あの分かんない人は全然分かんないじゃないですか、うん、分かんないっていうかもう醍醐味も何も分かんないっていう、どれ聞いても同じだしさ、うん、なんかどこがいいわけみたいに言われることも多々ありますよね、うんうん、もしそういう人がまあ、もしですよ、あの、まあ、どこで知り合ったか分かんないけど誰かとても好きになってしまったっつって、うん、その人なんかこういろいろなんかの知り合いになって出会って、うん、ものすごい好きになっちゃったんだけど、その人はまあそうですね、椎名林檎さんとかがすごい好きで、うん、もうジャズなんか全然分かんないんだって、うん、チャーリー・パーカーって何これとみたいな、うん、デタラメしょこれみたいな、うん、寝ちゃうよこれみたいな人だった場合、うん、どう乗り越えると思いますか。自分ご自分で今もうすごい鎮痛な表情になりますけど、どうされますその場合。市原さんどう。私はまず好きにならないかな。あそこで。すごいね、みんな本当にジャズミュージシャンですね。好きになれないかも。ああ。高家さんもそうですか。でも好きになっちゃったんですね。好きになっちゃったんですね。したら、うん。だけど全然ダメって。お前何やってんの、やめろあんななんかラッパ吹くのみたいな。そんな人。自分のことに何か言われることは絶対ダメですね。ダメね。じゃあそのまあやめ、お前じゃあ好きなことやるよって言って。でも、あ、もう分かんない、全然俺なんだ。何これアートペーパー捕まってんじゃんみたいな。意外にそこは詳しい。そう。妙にね。逮捕歴に詳しい男だったんですよ。まあ、でもそれだったらいいです。そのぐらいだったらいい。もう好きに。言わせておいて、言わせておいて、自分も好きなことやって、なるほどにしたいですね。割り切るね。うん。小原さんどうですかそれは。ジャズ全然ダメ、うん。もうその話はしないですよね。そしたら。あ、そしたらね。うん。うん、一緒にいるときはジャズの話はしない。そうですね。うん。でも相当練習するわけじゃないですか。そうですね。うん。そんなしなくたっていいじゃん別に、だってとか言われて。あ、それあの仕事の。うん、なんですか今火をつけてしまいました私。はい、仕事のことを分かってくれない人は無理ですね、はい、多分。今ちょっと大きく、火事がリアルな方にこう、1ミリだけリアルな方にこう行ったと思うんですけど、しかも小丸さんのあたりから火がついたんで、今ドキッとしたんですけど。それありますよね。そうですね。男たちは長い間、私を取るの、仕事を取るのと言われ続けてきてしまいまして。なるほど。はい。そんなに練習しなくたってもう逸見はうまいじゃないかとか言われたらどうするんですか。来週ディズニーランド行こうよお前の思い出の場所もさあそこで吹いたんだろうとか言われて、うわー中途半端に入り込んできて行こうよとかって練習なんかライブって言ってるけどこっちだろとかって言われて面白い面白い市原さん面白い叩きましたよ今行かせていただきました、ね、今ね小丸さんが叩いたんじゃないってね市原さんがもうすごいけどねキャッチャーみたいな感じでキャッチしましたけどねそれって出てきたりします。まあ、答えられる範囲でもちろん結構ですけど、そう今言ったような、うん、ちょっともうちょっと遊び行こうよみたいな、やっぱりそこを理解してもらわないとちょっと無理
ね、そうですか。はい、そりゃそうだ。でも先週のオンエアもね、聞けばわかりますけど、皆さんものすごい練習と毎晩ライブやるんで、ひょっとしたら遊びに行けねえんじゃねえかな、こいつと付き合ってもっていう気にさせてしまう可能性はありますよね。すごいな。でも今ってそういう時代ですよね。なんかこんな時代でまとめるなんてバカなやつですけど、まあ全然あんま詳しくないですけど、例えば、皆さんと一緒にするわけじゃ全然ありませんけど、AKB さんとかも同じだと思うんですよね。もうずっと練習して、うん、ずっと仕事して、ね、もうそれが生きがいでやってて、それどころじゃないっていうような状態になってる人を見て、ファンの人が、わ、頑張ってるな、みたいな感じ。だから、頑張ってるなってよく言われますけど、市原さん頑張ってるね。まあ、いずれにせよ、こう、争奪してるわけですよね。で、争奪に負けたり勝ったりしながら、皆さんいるわけですけど。じゃあ、もうその、なんていうの、吹奏楽部入る前からアルトサックスが好きでって言ったことはなかったんですか。あ、そうです、そうです、もちろん好きで。好きだ。はい、ずっとサックスがいいなと思ってて。なるほど、それはじゃあパーカー以前からっていうことですね。以前からですね。なるほど、はい、でしかもアルサックスをしたらパーカーに出会ってしまったというような、うん、なるほど、なるほど。市原さんはトランペットは、もともとトランペット狙いで、狙いで行きました。なんかね、これ語弊があるといけないですけど、私、まあ、50絡みの男が聞いてて、昔の男のジャズメンみたいですよね。なんか、その、凛としすぎてるっていうか。一応嬉しいですね。私なんかもう、何でもいいからとにかくさ、不潔そうなものやっただけですからね。その、楽器何でも好きなんで、あれでしたけど。やっぱその、あ、まあ、2回を通じて思ったのは、やっぱりこう、アスリート感ですよね。ちょっとね。最後に、自分のリスナーに対する、自分のリスナーに対するメッセージですかね。普段、あ、ラジオリスナー聞こうか。あ、ここら辺整理しましょうか。じゃあ、ですね。まあ、ご自分のリスナーに対してはいつもこうね、メッセージされてね。小村さんが話しかけてるわけだからね。わけですから、すでにメッセージ言ってると思うんですけども、皆さんのことは初めてこの番組で知ったという人も何万人かいると思いますので、ジャズ外野席の、ジャズを今、おなごがやってるのけと言ったら、今、架空の方言を喋ってしまいましたけど、どこだかわかんない。なんかそういった感じのですね、地方がいけないとかそういうわけじゃないですよ、全然。そういった方もいると思いますんで、そういった方々に何か、メッセージありましたら、市原さんが何かありますか、お姉様として。お姉様として。はい。多分みんなそうだと思うんですけど、はい、本当に心の底から、真摯に真面目に音楽に打ち込んでるので、うん、女であろうと男であろうと、はい、そういうところをもし今回のこの回の番組で受け取ってもらってない気がする受け取ってくださった方はジャズのライブハウスとかも全然敷居は高くないし、うん、遊びに来ていただければなと。敷居は低いんですけどね、うん、狭いんですよ、ね、多分このオンエア来てわー面白い行ってみたいっていう人が都内だけでうわって言ったら、あっという間に紹介したラーメン屋が長蛇になっちゃうみたいな感じに一時的になると思いますけど、ね、一時的。それがまた続いて、うん、はい、来ていただけるように日々精進いたします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、小丸さんなんかありますか。そうですね、もうちょっと気軽に、うん、やっぱりライフスタイルの一部としてというか、うんうん、なんか食べながらちょっと聞きに行こうかとか、はい、まあジャズ喫茶じゃないですけど、そういう風にちょっとね、ジャズが浸透してくれたらとっても嬉しいなと思いますけど、ね、なるほど、はい、コウケさん、なんか続いて言うみたいになっちゃうんですけど、はい、やっぱり今は本当に情報がすごく発達して、はい、いろんなところで音楽が、特にジャズとかも本当にもうラーメン屋さんとか、はい、もういろんなとこ、焼肉屋さんとかでも流れてますし、はい、結構魚旅行くとコルトレーンが流れてる本当にね、うん、そういうといろんなところで聞けるようになってるんですけど、やっぱりその場で作り上げる音楽のその生の音を、はい、本当に体感してほしいなって思いますし、はいはい、来てくださった方にはやっぱりまた行きたいって思ってもらえるように、はい、私たちも頑張りますので、はいはい、ぜひ来てほしいですね。すごいですね、この人たちが国を守ってくれるんじゃないかっていう気分になりましたけども
オリンピックでの吉田沙保里さんみたいなね、国民の皆さんが背中を押してくれたんでっていう、すごいですね。やっぱあれですか、ジャズがもっと浸透したりこう してくれた方が、もうちょっと浸透してくれた方がいいなっていうのはあります。そうですね。ああ、なるほどね。うん、そうかそうか。今だともう本当のゴリゴリのマニアと、うん、ですよね、うん。それでも、あの、私なんかから見たら、皆さんのような方が出てきたので、うん、それでも底上げしてされてるっていうか、増えてると思うんですよ。吉村入り口はね、その、何その、うん、あの、女子扱いだとしたとしても、うんうんうん、まあ、聞いていいと思えばね、そんでいいわけなんで。うん、まあ、とにかく、私から言えることは、まあ、さっき高月さんおっしゃいましたけど、実際見に来ていただいて、で、多分ね、皆さんはたちはご本人だから自覚されてないと思うんですけど、見る側は腰が抜けるほど驚くと思うんですよ。要するに、なんか昔からの伝統ってのがあって、可愛い女の子は何にもしない、何にもできないみたいなね。すごい悪い。こんなに吹くのっていうことに、想像して、頭の中で想像している3倍付けくらい演奏をしっかりされるので、そのことに驚く。気を持ってたもんですね。だ最初はまだショックがあると思いますが、もうそこか、それからもうどんどんのめり込んでいただいてというような感じですかね。なんか、この番組らしからぬ真面目なまとめになっちゃいましたけど、はい。まあ、いずれにせよこういう話しながらもね、やっぱり駒野さんは予想通り駒の後に脳を書いたっていうね。その隣に謎のおにぎりのようなおかきのようなものを書き続けていたということで、今回もイラストプレゼントがございます。ので、1回目、2回目ともに、イラスト希望の方ですね、手書きの彼女たちのイラストがもらえるということで、よろしくお願いします。はい。というわけで今日はありがとうございました。ありがとうございました。また何かありましたらぜひよろしくお願いします。お願いします。はい。駒野千鶴さんと、高月あゆみさん、そして、市原ひかりさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、菊池成吉の粋な夜電波、ジャズミュージシャンの菊池成吉が TBS ラジオをキーステーションにして全国にお送りしております。いかがでしたでしょうか、女子ジャズサミットね。2週にわたってお送りさせていただきました。おかげさまでシーズン3が来週で実質上これね、うまく説明しないと勘違いされる方いますが、今シーズン3の最中なんですけど、半年おきにシーズンがこうか重なっておりまして、で来週でシーズン3が最終回になりますが、再来週からシーズン4が始まります。何せ時間帯同じ、それから提供企業が同じですので、シーズン3のフォームとシーズン4のフォームは全く変えずにやろうと思ってますので、ぼやっとして聞いてると、あれいつの間にかシーズン4だったのといったような体で変わらずお送りできればと思いますね。はい、今日登場したお三方のスケジュールもさることながら、私も彼女たちほどではありませんが、いろいろと野暮用ありまして、毎晩演奏するっていうね、まあ若い頃は毎晩演奏してましたけどね。最近はもう毎晩演奏するということもなくなりまして、ぽつりぽつりではありますが、先週だ。ブルーノット東京さんで、駒野さんもね、一緒にやらせていただいているダブセプテットという新しいバンドのデビューライブが終わったばかりだというのに、あっという間にまた来週9月29日土曜日、隅田トリフォニーホール、ここ大きいですから、2000人規模のホールですね。こちらで菊池成吉とペペトルメントアスカラール。私の今3つ動かしているバンドの1つのライブがあります。ゲストにソプラノ歌手の林雅子さんと、なんとスミラボからオムスビーツがラッパーとして参加することが急遽決定。サックス、歌、オペラ歌手、ラッパー、パーカッション、バンドネオン、ベース、ハープ、弦楽四重奏です。もう言ってる自分がクラクラしますけどね。会場17時、開演18時でございまして、こちらもまあ情報を当たりたいと、思ったらもう今すぐ検索すればすぐ出てきますので、よろしくお願いします。先週のダブセプテット、今週の隅田、そしてさらにもう10日ほど待ちますと、日比谷野音で DCPRG、 こちらなんと東と、シミラボ、そしてシミラボ with DCPRG というセットで、野音でやるというですね、手持ちのカードを、ほぼ10日おきに連続で出すという、実のところ大きなイベントだったんですけど、何事もなかったように女子ジャズサミットを収録してたりしたわけですね。はい。そんな感じでございます。では、本日最後に、先週先々週とですね、レニトリスターの先生の曲をですね
脱出カプセル用に使ってしまいましたので、これをあまりに脱出カプセルとして最初の5秒だけ覚えられても、ちょっとね、あれですから、脱出用カプセルとして、先週今週お馴染みだったレニストリスターノの、曲をフル尺で演奏してお別れしたいと思います。意外とトリスターノがかかったことはこの番組で少ないですね。ゼロじゃないですけどね。ラインナップという曲です。これはですね、おそらくジャズ界で最初に行われたオーバーダミングのアルバムで、ベースとドラムを取っておいて、後からピアノをオーバー、被せたというね。それが証拠に最初から最後まで聞くとですね、今と違いますから、シンクロする機会が少ないので、しばらく経ってからピアノが始まり、ピアノが止んでしばらく経ってから演奏が終わるということで、後から被せたことは見え見えなんですよね。これはまあヒップホップの先駆でもあるし、後のマルチトラックレコーディングの先駆でもありますし、今の私がやってる活動の先駆でもある、非常に先駆的な作品なんですけども、当時は誰にも理解されず、奇才なんて言われちゃってなんかしてね。はい。では、奇才トリスターノの演奏をお聞きしながらお別れしたいと思います。菊池成吉のいきなり夜電波。それではまた来週、日曜日の夜お会いしましょう。来週はシーズン3の最終回ということでフリースタイルです。お相手は菊池成吉でした。ありがとうございました。